この、俺様を、バカな。よし、あとはこいつをどうにかして。なんだ。ひなた、どうした。どうしよう、ナルト君。大勢の忍びたちがここに向かってきてる。きっと、メカナルト君を破壊するためだよ。仕方ねえ。ひなた、お前はここであいつに呼びかけてくれ。俺は外に。いや、それはお前の役目じゃねえぜ。捕まる。それに、みんなも。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。なんでここに。まさか、みんなもメカナルトを壊すために。なわけないでしょ、あんたを助けに来たのよ。え、仕方ねえだろ。ひなたにあれだけ頭を下げられたんだ。協力しないわけにはいかねえよ。え、ひなた感謝しなさいよ。ひなたに。あんたが出てった後、ずっとみんなを説得してたんだから。そんな、私は別に。そうか、そうだったのか。あんがとな、ひなた。まあ、そもそも僕たちはナルトのこと信じてるしね。そうよ、だから今まで他の地域で足止め工作をやってたってわけ。みんな。とはいえ、あまり時間はかけらんねえ。ここからは迅速に行くぞ。よし。今やるべきことはシンプルに二つだ。一つは外の足止め、もう一つはメカナルトの救出。まずは俺とイノ以外は外で足止めをやってもらう。なるべく時間を稼いでくれ。うん、わかった。そしてナルトとヒナタ、お前たちにはメカナルトを助け出してもらう。でも、どうやって。俺ってば、何の方法も思いつかないんだけど。五代目に聞いた情報だと、こいつは新小石を媒体に二つのモードで構成されている。ってことはだ、イノの術を使ってその内部に侵入し、キュービモードを打ち消せば、あいつだけが残って元の状態に戻る。そういうこった。さすがしかまれ。それで行くってばよ。ただ問題がある。これは相手に心があることが前提だ。こいつはメカだ。そして人格を形成しているのは石だ。もしかしたら。だったら大丈夫だ。こいつはメカじゃねえ。最初から俺たちと同じ心を持ってる。だから絶対に成功する。上等だ。よし、始めるぞ。外は頼んだぜ。うん、うん。リノ、分かってる。準備はいい？二人とも。おう、頼むってばよ。しっかり送ってくれ。オッケー。それじゃ、行くわよ。新天層の術。ここは術は成功したみたい。多分ここがメカナルト君の心の中だよ。じゃああとはキュービモードを倒せばいいってわけだな。キナタさん、それにナルトも。お前もいるのか。ってそりゃそうか、お前の心の中だもんな。どうしてここに。私たちメカナルト君を助けたくて。僕を。それはとても嬉しいですが、でもここは危険です。今はあいつが支配してて。だからそいつを倒しに来たんだよ、俺たちは。え、うん、ナルト君の言う通りだよ。でも本当にあいつは危険で。お前は俺たちを信じないのか。信じている。でも
ここの中では奴はさらに強くなってて。来た。ノーマルモードの言っていることは正しい。俺様は最強無敵だ。まさかここまで入り込んでくるとはな。愚か者どもめが。外ではノーマルモードが邪魔して本当の力を出せなかったがな、ここでは違うぞ。この力を出せる以上、貴様らなど虫けらにしか過ぎん。やっぱりダメだ、奴には勝てない。ダリは逃げろ。俺が何とか奴を止めておくから。バカなことを言ってんじゃねえよ。あいつを倒せばお前は自由だ。あいつを倒せばまたお前は元に戻れる。ナルト、あともう少しでお前は苦しまないで済む。バカなやつめ、貴様らごときがこの俺様に勝てるとでも思っているのか。ああ勝てる。大切なものを守るとき人は本当に強くなれる。なんだと。仲間を助けるためなら俺はどんな相手でも戦う。どんなに強くても、どんなにでかくても諦めることはしねえ。絶対に勝つ。ザレ事を抜かすな。貴様が守ろうとしているやつはただ震えているだけだ。そんなやつのために戦って何になる。震えてる？何見て言ってんだよ。俺の知ってるメカナルトは俺の隣で戦う準備ができてるぜ。貴様、俺も同じ名前を持つ者としてお前にだけ任せるわけにはいかない。へっ、相変わらずそういうとこは態度を変えねえのな。揃いも揃ってバカばかりだな。いいだろう。ならば貴様ら全員この俺様が仲良く葬ってくれる。